早手富士山は先月のプロ野球オーナー会議で来シーズンから2軍への新規参入が決定。首脳陣にはいずれも県内出身で、ゼネラルマネージャーに元横浜の山下大輔さん、監督に元近鉄の赤堀基之さんの就任がすでに発表されていました。そして今日の会見でコーチ陣を発表しました。ヘッドコーチには元巨人の高田誠さん、打撃野手コーチには元オリックスで河合楽器でもプレーした深谷良次さん、投手コーチには元日本ハムの中村勝さん、打撃アドバイザーには静岡市清水区出身でヤクルトや広島でプレーした内田純三さんの就任が決まりました。選手のため、そしてチームのため、そして何より、野球を心待ちにしていた静岡のファンの皆様、そして、全国の野球ファンのために、全力を注いでまいります。早手富士山のチーム名は年明けに発表される予定です。